れはアリシンという成分なんですよね。それはおととい見たんですテレビで。ニラはギリシャの緑黄色野菜ですけど、アリシンという成分は殺菌や血液を殺害する成分で、例えば動脈硬化にも無効果があるということで、体にもいいし、それからもつ鍋ってニラがたっぷり入ってますよね。だからもつ鍋も食べたくて、でもそうですよね、自分の送別会の時にもつ鍋にすればいいですよね。そっか、ちょっと楽しみですな。早く食べたいな、もつ鍋。でももつ鍋は今よりも寒い季節になってからの方が